4004は、米国インテル社によって開発された1チップのマイクロプロセッサであり、軍用の MP944、組み込み用の t i 製トムスマイ1ス戦闘等と、ほぼ同時期の世界最初期のマイクロプロセッサの一つである。周辺ファミリー IC を含めて、MCS-4 ミクロコンピューターセット、あるいは略し単に MCS-4 とも呼ぶ。1971年発表。 4ビットマイクロプロセッサである。クロック周波数は 500kHz から 741kHz である。回路構成はクロック同期設計でプモスプロセスで 3mm4mm、mm、のチップの上に2300個のトランジスタを集積 10m ピッチのプロセスルールで製造された。当時の IC として標準的な16ピンディップのパッケージに収納するため、 物理的に4ビット幅のバスをアドレスとデータで自分割りで使用している。4004を初めて組み込んだ電卓、ビジコン 141PF。国立科学博物館の展示。4004は日本のビジコン社とインテルによる共同開発である。1969年、ビジコンはプログラム制御の電卓を計画し、インテルにそのためのチップセットの開発を依頼していた。 ビジコンの当初案では、マクロ命令による制御で10個前後のチップが必要というものだった。これは、電卓としては汎用だが、電卓用という意味では専用のチップというものであった。これに対し、当時のインテルの規模ではそれだけ多くの種類のチップを同時に開発するのは手に余るため、インテルの技術者、テッドホーフは、ワード帳が4ビットであることを除けば、 汎用のコンピュータそのものという構成を提案した。複数桁の演算処理は、一桁の演算の反復で、置き換えればよく、また、外部機器の制御も、ソフトウェアによる制御に置き換えればよい、というのである。これにより開発するチップの種類を削減した。1969年8月末のことで、マイクロプロセッサの原点となった。このアイデアに基づき、 島正俊とフェデリコ・ファジンが中心となって、島が論理設計し、ファジンが物理設計を行い、4004は完成した。当初の契約では、このチップはビジコンに対する1000倍となっていたが、チップの汎用性に気づいたインテルが他への販売を希望し、一方でビジコン側は資金の要求があったことから、契約金の一部をビジコンに払い戻すことで、 インテルは、チップの販売権を得て、1971年11月15日に4004として出荷が開始された。内部ブロックズピン配置図 MCS-4 ファミリー、当初の周辺チップとしては、容量2048ビットのマスクロム4001、容量320ビットのラム4002、10ビット、シフトレジスタ兼10ビット出力ポートの4003があった。 これらを含めて MCS-4 とした初期ファミリー内でのチップの組み合わせで ROM32768 ビット、RAM1280 ビットの構成が可能。ビジコンの目的であった電卓における構成は大体以下のようなものとなる。 4001に関数などのプログラムが格納されている4003でキー入力をシフトしながら4004へ渡す4004で入力された数値を4002に書き込む4001にあるプログラムを使って4004で一桁ずつ演算を行い結果を4002に書き込む4003でシフトしながら表示板に出力する回マイナス14戦闘起用 セントラルエアデータコンピューターハットダタシットインテル4004により、クロック周期最小1.35セック、最大2.0セック。マイクロコンピューターの誕生によれば、先に周波数を 750kHz と決め、そこからその周期内で動作するよう機能を決めている、国立科学博物館、電子立国日本の自助電、第5回、8ミリ角のコンピューターではこれを、 ストアードプログラムと説明しているが、普通のコンピュータのような汎用というわけではない。また島は、著書で、ランダム論理に対するものとして、プログラム論理という語を使っている。島の著書、マイクロコンピュータの誕生によれば、何回か提案しており数は上下する。インテルは12種類としている。島は、最終的には、プリンタ付きで8個。 表示のみで6個まで削減できたと書いている。島正俊、マイクロコンピュータの誕生岩波書店、1987年8月28日、50から51ページ、ISBN400006021X。ありがとうございます。